ニューファンドランドは、カナダ東岸のニューファンドランド島を原産地とする県種。元は作業犬、海南救助犬であった。現在では沿岸犬として飼われることが多いが、カナダなどでは、現在も水南救助犬としても活躍しているコ口デキが、優しく穏やかな長大型犬である。日本ではニューファン、英語ではニューフィーの愛称がある。体重は、 オスが60から70キログラム、メスは45から55キログラム、体高は、オスが平均71センチメートル、メスは平均66センチメートル。がっしりとした体型で、耳は比較的小さめの垂れ耳。目も小さくくぼんでいる。瞳は濃い褐色。表情が豊かで、愛嬌があると言われる。泳ぎが得意なことでも知られており、足には、 水かき用の膜がある。ダブルコートの厚く長い紐は滑らかで、油脂分を含み、よく水を弾く。脂は飾り毛に覆われ、垂れた尾にも毛が、豊かに生えている。コイヌランドシーアー作、救われたもの起源については、西暦千年にバイキングが連れてきたグレートピレニーズが、祖先でマスティフやフレンチハウンドと交配し誕生した、など諸説がある。 原種はニューファンドランド島で漁師の仕事を手伝い重い荷物を引くなどする作業犬としてまた海南救助犬として活躍していた。19世紀の初めにイギリスに持ち込まれ現在のような姿に改良された後一躍人気犬種となりヨーロッパ全土に広がった。そのきっかけは宮廷画家エドウィン・ランド・シーアが白黒に毛色のニューファンドランド犬を好んで描いたことであった。 以来、白黒のニューハンドランドは、特に、ランドシーアと呼ばれている。また、20世紀のアメリカの画家メガリーも、この犬を描いている。作家ジェームス・マシュー・バリーが、ピーター・パンに登場させた奪いイナナもこの犬種である。しかし、ディズニーのアニメーションではナナは、セント・バーナードに置き換えられている。詩人・バイロンもこの犬を愛した一人である。その他、 ナポレオンも1815年にエルバ島から脱出の際、荒海の中で船から投げ出され、溺れかけた時に漁師の飼っているニューファンドランド犬に命を救われたと伝えられる。作曲家、ワーグナーの愛犬、ラッセマックもニューファンドランドであり、その墓がワーグナーの墓のすぐ脇にある。今日、ニューファンドランド犬は、超大型の家庭犬として、 北欧諸国を中心に数多く飼われている。伝統的な毛色はブラック。他にブラウン、ブラックホワイトがある。成長スピードは極めて速い。ある程度の運動が必要で特に泳ぐことを好む。寒さには非常に強い反面、暑さにも意外に強い。平常時においても大気の分泌が多いと言われる。遺伝的な股関節形成不全がしばしば見られ、 誇張症、心臓病また、よだれを垂らす傾向が強いと、内臓疾患が疑われる。寿命は8から10年。ありがとうございます。